はい、それでは中級です。今回は初級と中級が1番までで、上級がフルで使われてます。そして今回は初級の振り付けをだいたいそのベースで動かしているので、ぜひそんな方初級から確認してください。それではまず足を軽く広げたところから、ここからもうすでに初級と同じような動きに入っていきます。両手は床の方、胸のあたりで組んで、人差し指こめかみです。1、2、3、4、5、6、7、8、最後左手でプッシュしてるんですが、左の肩が入るようなイメージ。もう一度1、2、首が入ってプッシュです。そして今8カウントで行っている、ここは4カウントにぐっと縮めます。1、2、3、4となります。もう一度確認しますね。まだ行きましょう。首入れてくださいね。1、2、3、4、ね、その後は左の方に手を出して持っていきます。続けます。これ初級と一緒。1、2、3、4、5、6、7、8、これは初級の動きをぐっと速くしてます。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、8で足を閉じてグッドボタン、ハンズアップで自分の方に向けます。親指は向けてます。もう一度いきますね。5、3、2、1、2、3、4、5、6、7、8、いいですか。この後親指どっちからでもいいので、上と下、胸の前でカメラのようなポーズ。1、2、2カウント目です。右手の手のひらが私の方を向いてます。1、2、3、4、4でプロペラアームをした後、左手が上です。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。今手を重ねた後くねくねしたんですが、どっちからでもいいです。手のひら、手の甲を返しながら、そして脇のすぐ胸のすぐ横、手のひら持ってきたらプッシュしてからやだねです。ここは音楽に合わせてるので、カウントというよりも曲を聴いてやってみてください。頭からいきます。中級はこれを2セット。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、もう一回1、2、3、4、5、6、7、8。ふう、くるくる、たった OK です。さあ、それでは次、初級の動きをそのまままた使っていきます。後ろの方にポジション取って、手の動かし方、1、2、3、4、5、6、7、8、初級で使ってます。これを中級は足も動かしていきます。左足オープンオープン、お尻からリズム重心を入れてます。左足2歩歩いたら1、2、オープンをして重心も入れ替えてます。ここのタイミングで足を落としてますよ。もう一度1、2、3、4、5、6、7、8、右左クロスオープン、右の壁ドン、左の壁ドン、クロスで、ね、左足を出して右上下ろします。ここからいきましょうか。頑張って。右から右左クロスオープン、右の人差し指刺していきます。ここまででサビの前、ここからいきましょう。後ろから前、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8です。最後は足を私オープンしてるんですが、サビの前なので、まあカウント取りやすいようにしてください。もう一回確認しましょう。ラスト
タフフパパフ壁壁上下うん OK です。ここまででサビの前、ここからサビになります。それでは初級と一緒、雨よけ、雨宿りね、手首を使う。1、2、初級ではここカウント、1、2、頭、胸でした。このまずは頭、胸の3回叩くのと、1、2、頭、胸、お腹あたりですね。あんまり下行くと足りなくなるんで、手軽なところを叩いてほしいんですが、カウントなんですね。1カウントの間に雨宿り2回します。聞いて、1、2、2、2では頭を叩く分、2言ってからタタタ叩きます。その後3カウント目で右足を踏んで3、4、クイックで入ってますよ。ちょっとやってみます。1、2、3、4、うん、一気にここサビが速くなるんですが、上級でこのまま使います。もうちょっとですけど、1、2、3、4、うん、足がここオープンでいいですからね。踏んだらすぐ床を弾いて左に持ってってください。今スピードが速くて大変ですが、上級はもうちょっと剣入っただけなので頑張りましょう。いくよ、4、3、雨声ね、1、2、3、4、いいました。数えないですよ、数えないでやったら次に行きます。はい、その後お尻を触る、体ダウンアップ、カウントは5、6、7、8、8で体を正面に持っていきます。こっからいきましょう、頑張って。サビ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、その後いきます、すぐいっちゃいましょう。右足からステップタッチオープン、ここもクイックです。右手から1、2、右足さらに運びます。1、2、ここに持ってきたら左手を手首、右手は下から、手のひらが私の方です。そのまま下に体を倒して右手も動かしてます。右手も体に合わせていきますよ。カウントは1、2、3、4、早いです。1、2、3、4、あと1回、1、2、3、4、その後さっきサビで使ってますよね。初級ではこの手の動きいっぱい使いますよって伝えてたんですが、ここで出てきます。リズムをさっきのサビと一緒、う1カウントの中に2回、右手をグーにして体と一緒にアップアップ、同じことを右左、ちょっと早いですね。ここから入っていきますね。4、5、6、7、8、これが8カウントの動きなんですね。もう一回いきましょう、1、2、3、4、5、6、7、8。この曲でやるとすごい大変、私もねすっごい苦労して撮ってるんですけど、実際の曲が来るとやりやすいです。なのでその希望だけ持ってちょっとやってください。あと少しだけ、右足からまず斜めに踏む、左足をチャチャチャ、今動きを教えてます。踏んでチャチャチャ、カウントなんですけども
1、2、2カウントの中で急いでいきます。1、2、3、4、お尻4カウント目で右足をオープン、お尻閉じます、お尻閉じる。5カウント目で左足が出ると思ってください。確認します。1、2、3、4、5、左足が5カウント目。頑張って、何回でも止めたりして練習してね。1、2、3、4、5、6、7、8、上級のベースはできてる。頑張って、右手が動きました。1、2、3、4、5、6、7、8、右の肘、手の甲から上に上げ、手首折って人差し指、手の甲から前に持っていきます。今人差し指が立てるからね、踏んでチャチャチャからいくね。1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで来たらもう少しです。足をオープンして両手前、カモンカモン、左足カモンカモン、左の膝からオープン、いくよ、カモンカモンから1、2、オープンね。これをもちろんこのピッチじゃないから、タッタッタッタ、足を最後閉じてます。タッタッタッタ、足を閉じて横を向いたら両手はおでこに持っていきます。もう終わるよ、頑張って、タッタッタッタ、踏んでお尻を回す。今どういう風にしてるかっていうと、右足を後ろに踏んでお尻を後ろから左を通しました。後ろに踏んで左から前に倒します。回してますよ、こっから来ました。カウント 1、2、3、4、 4カウントの動きです。ふう、汗だくだよね。あと1回いきましょう。1、2、3、4、戻ってきたら同じです。5、6、7、8、ということでサビちょっと確認しようか。うん、いくよ、タッ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 タ、ここちゃちゃ、タッ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 、ここまでが中級です。うあのスピードが速くなるサビですね。位置が速いんですが、上級はもうちょっとしか変わらないです。であとは前半の方ですね、サビの前の方がもうちょっとだけ上級がね変わっていくって感じなので、まずはこのスピードと、あとは本番の曲聴けばできることが多いと思うので、聴きながら何回も練習してやってみてください。はい、それではまずは中級の原曲でお会いしましょう。 GO!